どうもこんにちは。こんにちは。今週のサウンドボルテックス。プレイする楽曲は、最初のウィッシュアポンツインスター。難易度はエグゾースト17。ジャケットが可愛い。真ん中のかき氷になりたい。ネタバレ。え？それではやっていこう。ピアノすごいかっこいい。死の楽曲好き。地下立てと理由頑張って半分もあるよ。外落ち外落ち。個人的難易度は17注意。虫は鍵盤固定かかってるからね。そんなものはない。ちなみに S 寸3、4回踏みました。悲しい。強く言って。ここつまり持ったまま離さない。みんなはしっかり運指組んでから挑戦しよう。FX ロングまで左手で取ろう。はい、覚えていきたい。後続のノースが近い。ここ注意。回転中のノースは犯罪。ここも覚えて。ただの鍵盤地帯。抜けが少し難しい。反転配置。ここは稼ぎポイント。内外内外。ここ少し難しい。僕は運指組めないから見たまま押してます。次運指紹介します。今のほんと早いところ、こんな感じで無理やり取ってます。反転配置は左右逆にして。片手で FX が押せればいいんだけど、押せない人が大半だと思うから、ここだね。ここは落としたくない。いかに失点を減らせるか。あくまで S 狙いだからね。休憩したいのように見えて、油断するとエラー出るとこ。次のノースがどこに来るか、押し間違いのないように。この機体は鍵盤を片手でもノーズでも、取れるからお好みで。やっぱり失点はしたくない。どうしても無理な人は小説の頭を意識するとやりやすくなるかも。外落ち外落ち。感動のラスサビ。泣けてくる。配置自体は1回目のサビとあまり変わらん。反転配置だね。もう何も言うことない。ここは光らなくても仕方ない。ここしっかり王手取る。抜けは流す感じ。ちなみに新曲です。レベル17は1556曲だね。もしかして全 S って年単位で時間かかるやつ。ようやく気づいたか。というわけで現在556分の41。頑張ります。よろしい。録画外で S に乗ったものもカウントするので、全曲を動画にすることはできないです。さすがに編集もしんどいし。以上お知らせでした。よかったらチャンネル登録していってください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次はどの曲にしようかな。